どうもみなさんこんにちは。ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。今回もマイクラ、やっていくんだけどね。録画ソフトのアップでしてなかったせいで音が入ってないっていう。撮影者としてどうなのそれ。まあ今回の録画はね、別に音を聞いてほしい場面は、あるけど視聴者さんの脳内に直接音を届ければ OK ね。何一つ解決してない。じゃあウプ主の声真似で音。うん、いらないな。ってことで申し訳ないけど音なしでやっていくわ。それで今回、エンジェンダーを進めていくわ。エンジェンダー、村人の生首追加するやつか。合ってるけど間違ってる。村人とかそういうモブを味方にできるやつよ。生首を追加するモッドだともうただのホラーじゃん。初めて見た時はホラーそのものだったけどな。まあ確かに。それでとりあえずこのモッド進めるためにエメラルドがいるのよね。ってことで前見つけた村に行くわ。ただエメラルドに換金できそうなアイテム持ってたか？あるわよ。私の家で育ててたジャガイモ使えばいいでしょ。まあ確かにそうだな。でもあのジャガイモもともとその村。到着したけど。この村もしかして農民いない？マップ的に全村人がこの辺にいるっぽいが、司書と製図家ばっかりで農民がいないぜ。そんなに神が欲しいのかな？神を神の代わりに使うのか。本当に一人も農民いない。どうしようこれ。中古でも良ければエメラルド1個持ってるぞ。そのエメラルドはクラフトに使えないかな。ただエンジェンダー進めるにはエメラルドいるし。エンジェンダー。エメラルド。あ、そうだ思い出した。これよ、前召喚してしまっておいたエンジェンダーの村人。確かこの村人がジャガイモをエメラルドにしてくれたはず。ここで1エメラルド、驚きの安さだぜ。業務用スーパーかな？これでエメラルドゲットしたから作りたいもの作れるわね。ってことで四隅に鉄、真ん中にエメラルドで十字に鉄格子で、はい、フュージョンクラフターの完成。書いてある英文は全てのフュージョンパーツを燃料を使ってフューズする。まあつまりフュージョンパーツと燃料でフュージョンを作れるって感じにゃんね。マナとかエントロピーとか書いてあるけど、よくわからないわね。多分マナとエントロピーは燃料なんだろうが。というか今作ったフュージョンクラフターからいろんな敵モブの声するんだけど。まあお前以外誰にも聞こえないんだけどな。ただこれの使い方わからないわね。まあとりあえずいろいろいじってみりゃわかるんじゃねえか。そうね、ちょっといろいろ見てみようか。それで多分このフュージョンパーツっていうのを使って作ると思うのよね。いろいろあるな。これがどのモブを作るか決めるかな型みたいなもんか。コストもそれぞれ違うみたいだね。ただ共通してるのは全部素材に卵を使うってことかな。だからそれを踏まえて最初は鶏のフュージョン作るわ。別に普通に鶏ペットにすればよくないか？いやいや、フュージョンで出した鶏はね、通常の5倍の速度で卵を産むのよ。色が赤くなったりするのか？その赤の人は通常の3倍ね。まあだから最初にそれ作っておけば後々楽になると思うのよね。確かに普通に卵集めるんじゃちょっと面倒だもんな。まあその鶏の金型作るために羽と卵がいるから何にせよ鶏探しに行こうか。じゃあオーバーワールドに戻るか。そうね、ただ鶏って今のところ見かけてなかった気というかフュージョンクラフターからクリーパーの音するの子は。音は伝わってこないが動きで焦りが伝わってきてるな。背後から急にクリーパーの声したんだけど、ちょっと怖いから当分これ回収しておこ。心臓に悪いんだぜ。むしろ視聴者さんのために音入れてない的なね。いいからとっとと録画ソフトアップでしてこい。この底辺無能実況者。はい、大変申し訳ございませんでした。今度録画ミスしたら鶏にすんぞ。鶏にする？お、ゲートからちょっと北上したあたりにいたわね。4匹もいるな。こんだけいや卵も簡単に手に入りそうだぜ。ただもうすぐ夜になっちゃうのよね。ってことで種をオフハンドに持って、ほらおいで、怖いことはしないから、監禁して卵をもらったら殺すだけだから、怖いことしかしねえじゃねえか。これが現実社会の縮図みたいなね。すまん、全く意味がわからん。これ夜になったら私が死にそうだし何しろ、ロボと私の流れ玉で鶏が死ぬ。まあ間違いなく守りきれないよな。剣で銃弾全部弾ければワンチャン、業務ならできそうだな。できたらチートとかそういうレベルじゃないにょん。チート能力の転生ものとかよくあるやつじゃん。俺だけクリエイティブモードな世界でサバイバルみたいな。それ間違いなく見てる側もやってる側もつまらないにょんよ。とりあえず囲み終わったし卵産むまでいろいろこのモッドについて調べておこっと。お、そんなこんなしてたら卵3つ手に入ったわね。ありがとう。それじゃあ羽ももらうね。まさに下道。ただこれ結局マナっていうのが何なのかわからないのよね。多分敵を倒した時に浮かぶ魂みたいのがそれなんだろうが、回収方法がわからないんだぜ。ソウルトランスレーターとか使えば回収できるかな？魂の色は何色ですか？まあとりあえず鶏のフュージョン作ってみて、それでどうなるか見てみようか。ってことで帰ってきたし早速作ってみようか。卵と羽で鶏のフュージョンパーツ。だがやっぱりマナコスト1ってなってるしな。これまだ作れないかな？まあな、マナがないと作れなさそう。でもなんか紫色のゲージ進み始めてるんだけど。え？
でもマナないから鶏のフュージョン完成したんだけど、おお、そして右上のマナの数値マイナスになってるんだけど、マナの借金みたいなもんだろ。リスとかあるのかなこれ。そのうち拠点にこわもてな人がマナ返せや、ってきたりしてな。悪徳金融じゃないぞ、売らされるやつでしょそれ。まあとりあえずなぜか完成したから出してみようか。だな、この鶏も擬人化されてるのか。擬人化されて卵、あ、普通の鶏のままだったわね。こっちのディメンションにはこいつ以外鶏いないから迷子にはならないぜ。まあこれでいろんなフュージョンが作れるわけね。まあそうだが、マナの入手方法しっかり把握しておいた方がいいだろ。そうね、マイナスの数値が大きくなりすぎたら、なんかわかんないけど爆破しそうだしね。確かになんか爆破しそうだな。ちょっとレシピもっと見てマナ回収できそうなアイテム探そうか。お、このアイテムとかそれっぽくない？マナクリスタルって名前か。確かにこれでいけそうだな。それじゃ早速作ってみようか。レシピはどんなものかな？うわぁ、思ったよりコスト高い。マジでもっといろんな鉱石集めないと足りなくなりそうだぜ。なんか地面掘ったらダイヤ5000個ぐらい出てこないかな。言ってることが宝くじ当たったらどうしようってレベル。トラヌタヌキの川山用ってやつね。わかってんなら真面目にブラマイしてこい。ってことでマナクリスタル作るわよ。ラピスを四隅、真ん中にダイヤの縦エメラルド横クオーツで、マナクリスタルの完成。英文的にはこれでマナを集めれるみたいだが、どうすればいいんだろうな。まあとりあえずモブ倒してマナに近づいてみようかな。ってことで早速牛倒してみようか。モブからマナだけ抽出できたりできないのか。めっちゃ痩せ細った姿になりそう。おお、マナカウントっていうのが溜まったわね。だな、これでマナが集められるわけだぜ。これでついに100マナが返せるわけね。もう利子でマイナス5万マナとかになってたりしてな。やっぱ内臓売るしか。これトラップとか作ったら超効率よくマナ集められそうだね。だな、スポナーとか見つけたら作ってみようぜ。そしたらちょっとだけ集まったマナ入れてみようか。お、マナクリスタルに入ってるマナが全部フュージョンクラフターいったな。オーケー、これで内臓売らないで済むわね。そしたら前ちょっと触れたモッド導入してこようかな。ってことでちょっとした便利系モッド入れてきたわ。まず一番上の段に木材ハーフ、そしてトロッコ型にガラスの真ん中にダイヤかエメラルドで、モブボトルってアイテムの完成。そういや話してたな、コストがちょっと高い代わりに何回でもモブを中に入れれるアイテムだったか。ちなみにこうやって入れたまま飾れるわ。禁断の黒魔術集がすごい。まあエメラルドはこの村人がいればほぼ無限みたいな感じだしね。確かにな、ジャガイモ5個だけでゲットできるから今後はモブボトルの方でなんとかなりそうだぜ。というかこの村人はなんて呼べばいいんだ。公式だとこのフュージョンで出したモブのことをエンジェンダーモブって呼んでるからエンジェンダー村人とかでいいんじゃないかな。まあもしくは名前つけちゃうとかね。例えばどんな名前とかだ。ジョンブとかどう。身元不明者か何か。じゃあ七死のゴンベイとか。結局身元不明者じゃねえかよ。まあフュージョンの作り方もわかったことだし、一緒に戦ってくれるエンジェンダーモブも作ろうか。村人と鶏じゃ戦えないからな。なんか強いやつ欲しいんだぜ。ただ何作ろうかな。環境的に遠距離攻撃できるのがベストだと思うんだけど。だったらネザー要塞もちょうど見つけてるしブレイズとかどうだ。確かにちょうどいいかもね。じゃあ早速ネザー行こうか。ということで、私は今どこにいるでしょうか。答えが明確すぎてクイズとして成り立ってねえ。ということで見つかってほしい時に見つからないでおなじみのネザー要塞に来たわ。物欲センサーって本当にあるんだなって感じるよな。そしてブレイズが熱い歓迎してくれてるわね。体が燃えるぐらい熱い歓迎してくれてるな。ってことで早速ブレイズロッドゲット。ブレイズのフュージョン作るにはこれと卵なのよね。ブレイズロッドと卵か。それクラフトで目玉焼きになったりしないか。スクランブルエッグになるかもしれない。スクランブルエッグの擬人化が味方としてついてきてくれるのか。戦闘どころか敵に即食べられそう。戦闘で体力が減った時に自動で口に入ってきてくれるかもしれないぞ。むしろ強引に入ってこられたらスクランブルエッグで窒息死するんだけど。というかラッキーね。ブレイズスポナーあるわ。これでトラップ作ればマナ稼ぎ放題だぜ。でもなぁ、ブレイズスポナートラップとか作り方知らないのよね。スポナー持って帰って水敷き詰めりゃいいだろ。そういえばそんなこともしてたわね私。ブレイズのマナコストが75で今クリスタルに68入ってるから。帰れば足りるわね。だな、じゃあ帰って早速エンジェンダーブレイズ作っちまおうぜ。そうね、どんな感じの子が来るのか楽しみだわ。ってことで期間、早速作っちゃうわよ。間違えて目玉焼き作らないようにな。ってことでブレイズロッドと卵でブレイズのフュージョンパーツ。って
ってことでこれをさっき同様フュージョンクラフターに入れる。それであとは待てば完成するわけだぜ。お、さっきよりも時間かかるっぽいかな。マナコストに比例して時間がかかるっぽいよな。まあそんなものカット編集の前で無力よ。ってことでブレイズフュージョンの完成。これで心強い仲間が来てくれるわけよ。早速召喚エンジェン。めっちゃダメージ受けてる。なんで、何に攻撃されてる。てや、今雨降ってるじゃん。うわぁ、そういう特性も受け継ぐなんてすごいなぁ。じゃなくて何やってんだお前、早く回収しろ。今回収しようとしてるんだけど、全然下に降りてきてくれないのよ。もうちょっとだけ降りてきて。よしよし、このまま行けば届きそうな距離まで。まあ味で何やってんだバカ野郎。大変申し訳ございませんでした。ブレイズをオーバーワールドで出すことなんてそうそうないから完全に忘れてたわ。まあ確かにブレイズが雨でダメージ受けるとか普通にマイクラしてたらまず使わないよな。だとしても完全にやらかしちゃったわね。復活とかもできないし。いやマジでごめんねエンジェンダーブレイズ。それでその後雨が止みそうな気配なかったし、天候に左右されなさそうなモブ出すわ。スケルトンか。まあ確かに天候には左右されないが、そいつ昼間に燃えるんじゃね。そういえばそうだった。マジでバカなんじゃねえかお前。まあとりあえず出してみてから考えようか。でお、おお、ヘルメットかぶってる。これでダメージ受けない感じね。なるほどな。スケルトンはこれなら燃えないんだぜ。しかも見てマリサ、こんな感じで鉄とかの防具も着せれるわよ。これすげえな。スケルトン限定の特性なのか。どうなんだろ、そんな気もするけど。ブレイズにも着せられたら雨でやられないとかあるのかな。まあ頼れる仲間が来たらやることは一つ。早速野戦でどんなものか試してみるわよ。マジで早速だな。というかもはや急なレベルだぜ。じゃあ夜になるまでの映像ずっと垂れ流しておく。霊下100しかないのかお前の選択肢は。そして肝心のエンジェンダースケルトンだけど、エイム悪すぎない。まあ今まで使ってきた戦術人形とは違って弓だしな。こんなもんじゃねえか。まあ確かにそうね。コカトリスは一旦放置して肝心のロボット戦やってみようかな。ってことで拠点方面に来てロボ発見。ただ自爆のが2体もいるぞ。とりあえず1体は撃破。向こうの様子は？エンジェンダースケルトンが応戦してるが。火力不足か？まあサポートとしては十分でしょ。だがこのままじゃ確実に火力が足りない感じがするな。エンジェンダーモブにはレベルっていうのがあるからそれを上げるとか、あとはエンチャ済みの弓を渡すとかすればなんとかなるかも。そもそものバランスが対バニラモブ用でロボ相手だときついのかもな。確かにそうかもしれない。まあいろいろ工夫してみようか。おっと、また自爆のロボいるわね。スケルトンに直撃してるぞ。一旦下がればなんと。待って、なんでこういう時に限って自爆ロボ4体。スケルトン逃げてー。ここは私がなんとかするから。最悪ね、全然間に合わなかった。今のはマジで運が悪すぎたぜ。こういう時に限って自爆ロボ大量とか、せめてインチャ防具とか用意できればよかったんだけどね。また私一人に、どうせいなくなるんならもう仲間なんていらない。魔王になった前作の主人公かな。そうやってみんな私から離れてくのね。メンヘラみたいになって怖いからやめろ。決めたわ。もっといろいろ強い防具作ったりしてもっと強くなる。そしてブレイズとスケルトンの仇を撃つのよ。ブレイズの剣は自分のせいじゃね。ということで今回はここで終わるわ。ちょっと後味悪くなっちゃったけどね。今回のこれを忘れないで今後につなげていくわよ。だな、次からこうならないように気をつけるんだぜ。ってことで皆さんご視聴ありがとうだぜ。今日で覚悟は決めたからね。今後につなげていくわ。それじゃ3、2、1。チャオ。